ブリティッシュホバークラフトコーポレーションはかつて存在したイギリスの企業。社名の通りホバークラフトの建造で知られた。1966年、サンダースロー参加のウエストランドエアクラフトとビッカース・スーパー・アマリンの合弁により一般向けホバークラフトの集約を目的に設立された。株式保有割合はウエストランドエアクラフト65%、ビッカース・スーパー・マリン25%、 イギリス政府の技術移転企業、ナショナルリサーチディベロップメントが10%であった。ビッカース・スーパーマリンの設計は継続されず、サンダースローの SRN4、SRN5、SRN6 が継続され、1969年の BH-7 が唯一新規設計のホバークラフトとして設計、建造されたものとなった。1970年、ウエストランドエアクラフトが 全株式を取得し、同社の子会社となった。翌年には、ブリテン・ノーマンから同業のクッションクラフトを買収した。1981年、ナショナルリサーチディベロップメントとホバーワークとの共同開発により AP1 から88を設計。1983年には、最初の AP1 から88が就航している。1984年、 ウエストランドエアロスペースに社名変更、ホバークラフトの技術と経験を活かして航空機産業へ進出した。1994年、親会社が GKN に買収されたことにより GKN ウエストランドエアロスペースとなった。2000年6月まで同社名義でのプレスリリースが発表されていたが、同年7月以降見られないこと、GKN エアロスペースが1993年、 設立であることから、この後のいずれかの時期に何らかの形で消滅したものと見られる。イーストカウズの格納庫1977年のエリザベス2世位在位25周年を記念して、イーストカウズにあるハンガーの扉に巨大なユニオンジャックが描かれた。これは世界最大のユニオンジャックとされているサンダースロー設計自社設計共同開発。ありがとうございます。